はい、おはようございます、えー、今日はですねエンジンオイル交換3台ぐらいやってるんですけれども、えー、これですね、エンジンオイルを上から抜くやつ、抜くやつって言い方がちょっと分かんないんですけれども、えー、とトヨタ車はなんか比較的やりやすいんじゃないかなという感じがします、やりやすいっていうのは、できる車両が多いような気がします、でこれ、今、やっているのが、トヨタアイシスですね。 えまだ抜いている途中なんですけれどもえ順調に抜けていっていますこれだったらいいかな確かアイシスはこのエンジン4リットルぐらい入ってたと思うんですよそれだけ抜けるかどうかをですね見ていきますで基本的に使っているノズルは樹脂製の一番細いやつですねこれでずっと吸っていますあの太いやつはなんかほとんど使えないかなという感じですね 金属製のやつと樹脂製のやつ2種類あるんですけれども金属製のやつはその曲がりができないしで樹脂製も太いやつだとレベルゲージのところに入らないというのがあるんで結局なんかこの一番細いやつ1択しか、まあ、選択肢がなかったですねでこう動かしながらこう吸えなくなったらですねたまにエアを噛んでじゅこじこと吸えなくなってしまう時があるのでそういった時はこう動かしてあげて いい感じの位置に持っていくというのがなんか抜き取りやすいコツだと思います、えー、このねカチャカチャと上下に動かしていると結構ね吸えたりするんでこれでまあなるべく吸うということをすればいいと思いますさあエンジンオイルの抜き取りができましたうんこれは全部抜けたっぽいですねもともと4リットル常に入れていた,入れていたというか規定量が4リットルでしたので うん、バッ4リットルのところにいますということはえ完全に抜けたと判断できますのでこれで OK ですねなのでアイシスはできますね上から抜くことがはいというわけでいきなりもう家の中になっているんですけれどもこれ理由としてはですねサブチャンネル動画途中まで通っていたんですけれどももうすっかり忘れていてですねもうそれ以降撮っておりませんでした動画を。 まあこれ、まあ、言い訳するとですねメインチャンネルの動画を撮っていたんですよでメインチャンネルの動画を途中で撮っていったらそっちの方に気を取られてしまってなんかサブチャンネルをもう取り終えた気になってたんですねはいこれちょっと油断しておりましたで家帰ってさ編集しようと今今ですね今パソコンの前に行って編集しようと思ったら素材がないということに気づきましたんで急遽撮影しておりますはいまあこれぐらい緩い感じなんですけれどもまあそれがまあ Vlog の いいところでもあり、まあ、悪いところでもあるのかもしれませんけれども、まあ、こんな感じで緩いですけれども、ご了承いただければなと思います。まああのえー、と前半の方に取っていた、エンジョンよを上から抜く方法ですね。えっ、ー、と、まあ、いろいろまだまだ試している途中なんですけれども、トヨタは結構いけるなという感じがします。で、前にもちょっと言ったと思うんですけれども、ホンダ,もホンダの系もいけるかなという感じですね。で えーと追っていくも、まあ、ギリギリギリいけるかなという感じでしたね、はい、まだまだちょっとですねデータ不足なところがありますでまあぼちぼちですねこのデータもですね今一応ね集計はしているんですよとりあえず、まあ、時間ない時はちょっとね、えー、と上抜きからできないということも考慮して下から抜く場合もあるんですけれども時間がある時はなるべく上から抜いて良ければそれでいいし ダメだったらまた下から抜くということをやっていくんで、それでちょこちょことデータ収集はしております。まあでもデータ収集といってもうちのお客さんですからね、正直知れてると思います <laughs>、データ的には。うちのお客さん、そんなにいるわけじゃないので、大きなところと比べるとデータの量はまあ正直少ないんですけれどもね、まあそれでもまあ皆さんの少しでもね、お役に立てるんだったらいいかなということで、地道にデータ収集しておりますので、はい。 多分ね、時間かかると思いますけれども、気長に待っていただければなと思います。はい、というわけで、えー、今日はかなりグダグダな Vlog で,で,でしたけれども、終わりたいと思います、えー。最後までご視聴ありがとうございました。また次の Vlog でお会いしましょう。さよなら。